伊佐、波る脇の地神社のみこと神社は、宮城県石巻市にある神社である。縁起式式内社のうちの一座である。石巻市内に論社とされる神社が二社鎮座している。創始の年代は不明。当初は他の地に社殿があったが、完成8年に現在の綿の葉を宮に遷座したという。縁起式神明帳に記載されている、道の区国内の式内社百座のうちの一座で、 浜大明神や遠征明神と呼ばれる。現在は通称、明神社と呼ばれ、法領、海上安全や、声縁の神として、信仰を集めている。祭神のうちの猿田彦命、竹カズチ命、共通種名は、欧州和幸宮の塩釜神社の祭神であり、甘寺大御香とノの御マの神は、伊勢神宮の内宮、下宮の祭神であるという。 2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震の津波により、いざ波よる脇の地神社の鎮座する渡野八区も津波により甚大な被害を被った。境内舎や社務所、偶自宅にも被害が出たが、鎮守の森に囲まれ地面より少し高い位置に鎮座する神社の拝殿に避難した人々は無事だった。その後、ボランティアや数計舎の尽力により、 神社を中心として、地域一丸となっての復興が進んでいる。宗子、由緒とも不明である。一説には、白宝十五年に宗子とされ、式内者の伊佐波酔る脇命神社の論者とされている。ありがとうございます。